回目行ってきました。今日は元気というより疲れすぎてぼーっとしてます。今日は腕と背中と肩と胸かな、上半身でした。どんどん重りが重くなっていって、単純にきついのかなんか雑念とかもあって、今日はちょっときつかった。これをまた新しい今週の課題にして頑張ろうと思います。今から三重に納豆買いに行きます。ビーガンのビキニのコンテストの人の YouTube 最近見てるんですけど、この人もやっぱり他の出場者の人たちと比べてやっぱ体が小さすぎるっていつもなんかフィードバックもらうみたいなんですけど、私もツナも卵も食べてるのでビーガンじゃないんですけど、やっぱ肉を食べない分体に変化が起こりにくい、起こるのが遅いそうです。仕方なく好きじゃないけど納豆はもう欠かさず食べるようにしてるんですけど、最近はいいベネフィットがあるっていうこの知識もプラスして、最近体が納豆を欲してるのが分かります。知識もつけていくと自分に利益があるって分かったら好きになるもんですね。まだ好きっては言えないけど体が欲してる時があります。今日は疲れた、納豆買いに行ってきますバイバイ。It's Friday, 2 days after the last gym day. ジムの翌日はいつもレストデーなので、昨日も運動してないんですけど。Yesterday was my rest day and I didn't do any exercises. Today is supposed to be my home workout day, but my whole body sore. Oh my goodness. 体中が痛くて何にもできません。お家にどんどんサロンパスが増えていきます。腕、足、腰、マジで痛いです。全部痛いです。 I so could use strong coffee to boost my energy. なかなか体脂肪が下がらないので、今日からカーディオを入れます。朝起きたてにご飯を食べる前にまた空腹時にやるのが有効的だそうです。なんか分からんけど美味しそうかもしれない、できたかもしれない、噛んで作ってみた。奇跡的に何かができた。卵みたいなのが気になるけど、なんかステーキに見える。今日はチートデーじゃないんですけど、最近なんかいろいろ見る YouTube の人たちがクッキング頑張ってるから、それにインスパイアを受けて朝もパンケーキ作ったり、これも今日ちょっと初めて作ってみました。何作ってるか分からんけど、これだけで多分脂質は 0.1 とか 0.2 とかです。ギリシャヨーグルトは普通のヨーグルトよりタンパク質が4倍5倍入ってます。で、蜂蜜こんなに甘くて美味しいのに脂質ゼロってすごくないですか。これは筋トレしてから初めて知りました。プレゼントありがとう。今日はバンドとチューブ系。このチューブのガルサ、うん、これ全部セット、1個セット、ドアにかけるのは全部セット、これ全部セットで、あれ以外、うん、これ以外でしょ、うん、これ以外はセットで、強度が違うやつののがいっぱいセット で、私はこれしか使わない。で、これにこの取っ手とドアに引っ掛けるやつを使ってやります。これは使ったことないかわかんない。これはただの100均のだけど、これもこれと
これでできるエクササイズとストレッチも紹介します。私が使っているのは 18.2kg ので、これでショルダーとバッグができます。こんなお家にドアがあったら、こうやって通して多分これで大丈夫だ。で閉めたら、さっきのが引っかかって取れないから、こっちにこうやって取っては引っ掛けて、これは超軽いから旅行にダンベル持っていくの大変だから、これで代わりができるので旅行の時とかもいいと思います。これはただの100均ので、これが柔らかいの、これが硬いやつ。多分使いすぎて伸びてるから、私は2枚重ねて使ってます。これは筋トレじゃなくてストレッチ、骨盤の歪みのストレッチに使います。今週はいつものジムの曜日が水曜から金曜日に移ったんですけど、他に動画もいろいろ撮ってたので、動画は今日で一応締めようかなと思います。全身の写真はいつもジム行く前に撮るので、それは今度載せようと思います。いつものこの体重の変化のグラフはこんな感じです。今週は最初の方のクリップでもお話ししたビーガンの方の YouTube の見すぎで影響されやすいのか、結構食事にいろいろフォーカスしていろいろ考えた習慣でした。食べれないことはないんですけど、もともと肉魚食べないのでビーガンにいつもずっと興味があったんですけど、これを機にビーガンもっとサポートしていきたいなっていう気持ちが私も高まってます。でもやっぱりこのグリークヨーグルトと卵とツナに勝る高タンパク質、老脂質っていうのがまだ今のところ探せないので、それだけ、その3つだけはちょっとまだ代替が見つかるまでは取り続けると思うんですけど、もしそれに変わるような高タンパク質、老脂質のものがおすすめがあったら教えてください。その他のものはもう大体ビーガンのものに移行は全然自然に無理なくできると思うので、今使ってるのがなくなり次第全部買える予定です。そのようにスーパーとかでやっぱり買い物してる周りの人たちを見ると、みんな栄養素とか中に何が含まれてるとかちゃんと考えて買ってるのかなっていうのを疑問に思ったりします。食べたいから買う、いつも買ってるから買う、ただ好きだから何も考えずに気が済むまで食べてるとか、もっと意識的に賢くスマートに買い物もして、自分の体に取り入れるもの、自分の口から入れるもの、もっと意識していきたいなと思います。自分がどんな体を目指してるかっていうので、取り入れる食事っていうのは人それぞれ本当に変わってくると思うんですけど、私の場合は体重はなるべく落とさず体脂肪を落とすっていうプランなので、こういう食事になっています。なので人それぞれ体重、身長、DNA で目指してる体、一日の中で動く量というのが違うので、自分に合った食事プランを見つけるのが一番大切だと思います。そういう時にはやっぱり自分一人だけとかネットでググるだけっていうのはやっぱ限界があると思うので、本当に本気で考えてる方は一度やっぱり専門家の方に相談に行ってプラン作ってもらうのが本当に一番の近道だと思います。今週はこの食事の大切さ、自分の体に取り入れるもの、何でできてるかっていうのをもっと意識する、自分が体に取り入れてるもの、口に入れるもの、それで体が成り立つので、
で思考にも影響してくるので、もっと意識的になるっていうのに注目した1週間でした。皆さんはどんな1週間でしたか？今週はトレーナーに内緒でちょっと自分でご飯をいろいろアレンジしまくってるので、来週の今頃ガーンやばいってなってるか、おいい感じってなってるかのどっちかだと思います。自分の体の声を聞きながらいろいろ実験して試してみたいと思います。今週はこんな感じで終わろうと思います。今週も見ていただきありがとうございました。もし何か質問とかこんなのを取り上げてほしいとかあったら教えてください。ではまた来週、バイバイ。